Yes. やるか。 行くぞ。 そこか。 敵がいるね。 キャッツ。 このまま押し切る。 さすがね。 今拾ったもの使えそうだな。 捕らえた。 気をつけて。 見つかったよ。 敵に見つかったぞ。注意しろ。 ファイター。シェリステ。大丈夫、やれるよ。行くぞ。違うな。王者の魂をここに。 この調子で行こう。片付いたか。これで安全になった。いいもの見て役に立ちそう。キャッツ。捕らえた。 奴の隠れ家か。何が潜んでいるかわからない。気をつけるぞ。これは小さい何かが張った跡があるな。オオスナムシの幼虫じゃない？
大砂虫は大砂虫でここに住んでるみたいだし、それであの人間も大砂虫の一種って思われてたのかな。全く別の生き物なのに。くそ、食われたの思い出したら麻痺していた嗅覚が戻ってきた。匂いくらいで騒ぐな、敵が寄ってくるぞ。今なんか物音がした。まさかガリカ、音はどっちからだ。ち、黙って。違う、足音よ。誰か近づいてくる。奴の位置がわかる。逃げてったみたいね。お前が灰ザメか。何者だ。こいつが灰ザメ。有事付属とはな。有事付属。見るのは初めてか。都会を追いやられたしがない種族さ。どうやら狩りができたようだな。その姿、騎士だな。だから拙者の名を知っていたのか。それとも手配書を見てきた賞金稼ぎか。両方だ。こんな場所まで逃げてもまだ追ってくるとは。さらった人たちはどこだ。何のことだ。この首が欲しい相手に話などしても無駄か。この獲物、やはりフルスは特務騎士団か。特務騎士団。よそ見するな。こいつは強いぞ。参る。おとなしく捕まる気はない。少々痛い目にあってもらう。恨んでくれるなら使わせてもらう。これを使うことになるとはな。幻惑の術、お前たちに見切れるか。せっ。ここは守りだ。有事符の身のこなし、ついてこられるか。ここに風よ。うおん、偶然か。それともだが、この程度で引くわけにはいかん。行くぞ。状況を確認する。皆の力を貸してくれ。せっ、そこだ。とっておきだ。やっ。手加減はなしだ。どう？無断も慢心もせん。先、よろしく。よし、片付ける。仲間と共に。俺の力も使え。どうやらただの賞金稼ぎというわけでもなさそうだ。これを使う。せ、これ式。ほう、思ったよりやるな。そっちも事情があるんだろうが、こちらとて同じ。おとなしく捕まってやるわけにはいかん。な、奴はどこ行った。一瞬で消えたぞ。数で囲んでもこれか。腕が立つのも厄介だな。その前に血のりが違いすぎる。けどあいつ、最初に現れた時、人間から私たちを助けてくれたってことよね。多分な。放っておけば
姿も見られず侵入者も片付いて一石二鳥だったのに。極悪人という評判だが、なんというか。知った気になるのは早いだろう。それよりあいつも例の魔法で硬直はしてなかったな。未だ我々は無名で民の支持を集めているとは見なされてないんだろう。悔しいが仕方ない。とりあえず小屋の中でも探ってみる。人さらいの手がかりがつかめるかも。そうだな、そっちを先に見てみるとするか。うん、やりましょう。どうも。これは。実は。それに、そっか、見ろ、これは。ねえ、うん、そうか。なあ、よし、作戦実行だ。アイザメ、出てこーい。姿を見せろ。うわ、声の反響すごい。大声出すの気持ちいいな。ならいっそ、ルイ調子乗ってんじゃねえぞ。キュルキャンベルグでもあんただけは食えないってさ。なんだって、目につくものは食べ尽くすでおなじみのクッ様に。お前ら好き勝手。
って言って、そっちがその気ならガーリカー、夜中に羽音が気になる、スカラール、いつもいつもリクツっぽい。キルケンベルグってさ、誰が四角四面で頭が固いだ。何も言ってないだろ。拙者の耳がやられた状態であの怪物と鉢合わせてみろ。お主らも全滅だぞ。そんなに賞金が大事か。やっと出てきたな。金なんて二の次だ。子供まで消えてるんだぞ。人さらいは絶対見逃せない。人さらい、なるほど、そういえば言ってたな。拙者の容疑は人さらい、子供まで狙う極悪人ってわけか。冤罪なら真実を言え。正直私は罪状を疑っている。なぜそう思う。お前、子供を亡くしたんじゃないか。辛い思いをしたはずの親が子供をさらって売り飛ばすなど考えられん。待てよ、逃げ隠れしてる奴を俺は信用しない。故郷を見殺しにした連中、死体に人を襲わせたゾルバ、現実と向き合わなくなった奴はどんなことでもやるんだ。そうだな、話しただけで通じるよなら拙者もこんな洞窟に住んでいない。悪いが息子の弔いも済まさず死刑台へ登る気はない。帰らんというのなら。やっとまともに戦う気になったか。覚悟。無限に命を取りたくはないが、帰還というなら覚悟してもらうぞ。こちらにも引けない理由がある。凄んだくらいで追い返せると思わないことだ。参る。出し惜しみはせぬ。せい。今度は逃がさないんだから。覚悟はいいか。どう？全部を。やはり見切られているということか。だが恥ずかしくない戦いをする。間合いを取る。この局面なら相手をよ、ライト、やめて、合わせてくれ。連携すれば一刀に引く。やっ、隊長が忘却状態、技が封じられてるよ。ファイター蹴り捨てる。甘い。よく狙って。今何が。これです。こういう手もある。首が重い。せっ。隊長が忘却状態、技が封じられてるよ。力を一つに。よし、行け。思ったよりやるな。手加減はなしだ。どう？ここまでか。その奇怪な力、得体が知れんな。なしで魔法を。一体まずはそっちの話からだ。どうなんだ、本当に町の人たちをさらったのか。周りを見てみろ。さらったものをどこに置いておける。そもそも大勢の人をさらうなど一人でできると思うか。濡れ衣だと言いたいのか。
王都にまで届くような事件だぞ。無関係の奴にデタラメな疑いが向くものか。無関係か。人のいい連中だ。有事不足の流れ者で政教に嫌われた落ち騎士、そういう奴を世間がどう見ると思う。団を追われ騎士の座も奪われ賞金までかけられた。今じゃ子供の墓すら立てさせてもらえない。それでか。お前ずっと手加減していたな。命を奪う気などなかった。いや、少年を殺めるなどできないんだろう。後片付けが面倒だっただけだ。どう思う？灰ザメは本当に人さらいの犯人なの？犯人ではないのか。そうだな、私も同感だ。だが町側もいい加減な手配書を長い間掲げていたわけじゃないだろう。何しろ賞金をかけたのは領主で、警備隊長自ら王都まで来た。これで人違いでしたでは信用に関わる。向こうにも疑うだけの根拠があるはずってこと？どっちの言い分が正しいんだろう。裏を返せば警備隊と灰ザメどっちかが嘘を言ってるかもしれないわけだ。ここへ来た時のこと思い出してみろ。俺たちは眠っているはずの人間に殺されかけたよな。警備隊が本当に我々をはめたと言いたいのか。バカな、理由がない。わざわざ呼んでおいて。嘘つきが拙者の方だとは考えないのか。言ったろ、決めつけはしない。他にも知ってることがあるなら教えてくれ。むしろ変わってるの。いいだろう、気の済むように調べろ。それでも拙者が犯人だと思うなら突き出せばいい。どうした、手縄のかけ方を知らんのか。何言ってる。帰りはそっちが先導するんだ。案内がなきゃ人間に襲われるだろう。本当に変わった連中にしてもひどい匂いをさせてるな。この匂いは何だ。思い出さすな。悪いが我慢してくれ。構わん。冤罪なら晴らされるべきだが、仮にそうなると競技会に持っていく首は探し直しになるな。その時は真犯人を見つけてそいつの首で帰るまでだ。明日バードンに連絡を取ろう。だが灰ザメのことは伏せる。正直警備隊が味方なのかは不明だからな。けど今夜は灰ザメをどうするの？宿には連れて行けないでしょ。おいおい、まさか今晩俺はこの賞金首と二人きりか。仕方ない、今夜のところは俺とニューラスで見張ろう。候補者様は替えが利かないしな。しかしまさか国王の座を狙っていてそのための賞金首探しだったとはな。しかも連れは騎士団出身者、それに上等な凱旋者まで。お主も何か訳ありらしいな。話せば長くなる。一番若い者が候補者というのも思えば奇妙だが、連中が信頼を置くのも分かる気がするな。にしても誰もが王になれるか。王の魔法、ただの言い伝えじゃなかったんだな。まあ次の王が決まるまで拙者が生きている保証もない。案じるだけ無駄か。神器臭い話してるな。今晩は狭い車内でおっさんたちと3人か。ぼやくな、自分で残ると言ったんだろう。地獄耳だね。話するときは気をつけましょう。ねえ、
どうやら。困ったな。何が知りたい。さて。さて。ありがとう。神王が決する日にまた一日近づく。大砂虫の大群に追い回される夢見ちゃった。完全に寝不足、灰ザメ、凱旋者でおとなしくしてるかな。後で様子を見に行かないとね。あと今日はバードンにも事情を聞かなきゃね。でもなんて切り出せばいいんだろう。起きてるか。たった今バードンの使いから知らせがあった。子供が数人消えたらしい。待って、灰ザメは凱旋者でしょ。今も縛られたままなら無実の証明になるけど、もし違ったら、とにかく凱旋者に急ぎましょう。おい、無事か。灰ザメはどうした。何があった。酒臭い。ユーラス、お前まさか酔いつぶれて眠ったのか。確か灰ザメが怖い話を、怖くてよ、一口だけそいつの持ってた酒を飲んで。うわ、これはひどい。貴様、頭から水をぶっかけてやる。おい、水場は治ってるんだろうな。うわー、なんだ騒がしい。そうだ、そいつが脅かすからよ。喋れないように浴室に詰め込んでおいたんだよ。いくら聞いてもわけがわからない。あんたわかる？わからない。ともかく一つだけ確かなのは、灰ザメが縛られてたなら外へ出てないってことよね。お前、ニューラスに何を話したんだ。まさか本当に怪談なんて言うなよ。昨夜奇妙な音を聞いてな。聞いたことのない異様な足音だった。住民の失踪と関係があれば無実の証拠になるかもしれない。だからそいつに話したんだ。藍染は嘘は言ってないようだ。霧が濃くて足音の主は見つからなかったが、途中で同じものをいくつも拾った。子供の靴だ。夜半過ぎだ。往来に子供なんていない。兵の詰め所で調べさせたが、消えた子供のものらしい。なら足音の正体が犯人という可能性が高いな。だが万兵曰く、昨晩は誰も町の外へ出てないそうだ。出てない？じゃあまさか犯人は。町の中にいる。そういうことになるな。こうなるとバードンたちに話を聞きたいが、どこまで話していいものか。全部ぶつけるべきだ。拙者も連れて行け。説得の足しになる。早まるな。賞金をかけた相手のところへ行くんだぞ。下手をすればその場で。真犯人はおそらく連中の身内だ。
拙者を隠せば罪人をかくまったと言われてしまうぞ。お主らの言った通り、現実と向き合うべき時のようだ。逃げ隠れしたままじゃ息子も弔ってやれない。お前、とにかくバードンたちに会いに行くぞ。おお、これほど短期間で捕らえてくるとは。どうした、顔色が良くないな。まるで死人にでも出くわしたって顔だ。別に、捕まえてきたことに驚いてるだけさ。ありがとう、あなた方に頼んで正解だった。約束通り報奨金を満額支払おう。その前に一つ聞きたい。この事件、藍染一人に容疑がかかったのはなぜだ。お、隊員が直に姿を見たからだ。モリス、話してやれ。人さらいが起きた夜、ユージフが荒野へ走り去るのを何度も見た。その姿見間違うかよ。大体この辺でユージフの悪党なんて他にいるか。うん、ちょっと待て。ああ、妙だよな。手配書では犯人の種族は不明だった。お前だけ知っていたのか。バードンは驚いてるようだが。犯人はこいつだ。おかしいな。実はハイザメは昨日から拘束していた。つまり昨日消えた子供とは無関係だ。本当なのか。隊長、隊員の俺よりこんなユージフ野郎を信じるんですか。門番の兵の証言もあるんだ。誰も出入りしてないってな。警備隊をバカにするな、賞金稼ぎ不正が。金だけ受け取ってとっとと帰れ。いいだろう、真相を暴いてやるから。首を洗って待っていろ。何です、揉め事ですか。バードン、入りますね。あ、いえ。今のは聞こえたか。いや、何も。そういうことか、貴様ら。あ、消えたぞ。灰染め、探すんだ。屋敷の出入り口を固めろ。絶対に逃がすな。ダメだ、どこにもいない。ハイサメのやつ、急に何なんだ。何か感づいた様子だった。そもそも逃げたいだけなら昨日でもよかったはずだし。この件、バードンはおそらく悪事に絡んでない。黒なのは副官のモリスの方だ。嘘の目撃証言でハイサメに罪を着せたわけだ。追放されたユージフ、格好の身代わりだ。あのモリスという男、警備兵なのに住民をさらって売り飛ばしていたというのか。どうだろうな。夜に響いた例の不気味な足音も気になる。ミューラスの酔いがそろそろ冷めてる頃じゃない。外の様子も見ながら凱旋者に戻って話を聞いてみましょう。少しはまともに喋れるようになったか。お前、そんなに酒に弱かったとはな。おかげさんで水浴びしたらすっきりしたぜ。じゃあ改めて昨晩のことを思い出してくれ。真犯人の唯一の手がかりだ。くっそ、はっきり思い出してきしまった。藍染めの話だけじゃない。俺、この目で実際に見ちまったんだよ。ちょうど藍染めを水場に詰め込んだ後が、窓の外で霧の合間を動くでかい影を、この世のもんじゃねえ不気味な影、そう、冥府からの使者だ。子供の頃の俺に恐怖を刻み込んだ童話に出てくる冥府からの使者そのものでよ。震えが止まんなくなって、助けてくれっつってすがる思いで手が酒に。どうどうどう、落ち着いて。仮に本当に怪物とやらの仕業だとして、モリスとどうつながる。ハイザミに罪を着せてまで隠す理由がない。確かにな。
とりあえず領主の古城についていろいろ探ってみよう。灰ザメが消えたのには訳があるはずだ。もちろんだ。オンに切る。それで、だが、いいか。さて、行こう。うん。はあ、おい。ちょっとね。あなたは隠しましょう。うん。さて、行こう。うん。何にする？しかし、ここか。さて、うん、準備はいい？行くぞ。
しかし食われちまうぞ。見つけたぞ。あす。昼間と違って今の貴様らは侵入者だ。何をされても文句はないな。相手を見て言えよ。そっちこそ自分が何をしたか分かってるんだろうな。気をつけろ。奥に何かいる。こちらが例の怪物なのか。違う、奥だ。あの時聞いた足音だ。奥にいるあれが育つにつれ番犬たちも化け物に。この先には行かせない。ここで一体何をしている。なぜ住民をさらう。なぜ。餌の調達だよ。稼ぎのいい副業さ。兵隊の給金なんかじゃ何もできないからな。金欲しさに子供までさらうのか。ギャドウメ、ユージフ野郎、お前に俺を咎める資格があんのか。お前だって追放された落ち騎士だろうが。ずっと穴蔵に隠れてたくせ、急に正義ぶって首を突っ込んでくるな。貴様。いや、そいつの言う通りだ。過去から逃げ、現実に目を背けていた結果がこれだ。命を食い物にするなどもちろん許せん。だが何より許せんのは、家族を奪われる痛みを知りながら穴蔵で放けていた拙者自身だ。汝追憶にたゆとう人に、憂いを抱える旅人に、立ち止まることをやめあなたは歩み出した。道を選ぶ時です。選ぶ。忘れる道などない。過去が消えない。何かに変えていくしかない。己自身でも。ありがとう。気高き若者を選びし、これよりは恐れも不安もあなたの光。なんじ、王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。ん？我が名はハイザメ・ノクトゥール。望みは生まれで命が損なわれぬ世界。泥臭くてもそのために戦おう。手を貸してもらう。やれ、奴らを止めろ。参る。モリス、逃がさん。どけ、化け物ども。どうなってる。俺たちに関わった途端、こいつまで力に目覚めるとは。まさか君の影響で力が伝播してるのか。前にモアが言ってたのってこういうこと。この力の扱い方は
お前が一番長けているように見える。すまんが指示を頼む。これでもかつては特務の騎士だ。すぐに使いこなしてみせる。違うな。合わせてくれ。冷静に参る。一刀に伏す。正義のためにこの剣を不協力頼む。行け。あと一息大丈夫。やり下がれよ。燃えろ。みんな無事か。こいつ。見せてやろう。連携すれば。正義のためにこの剣。悪はただ切り捨てる。私は無事だ。そうか、お前が救ったんだ藍染。拙者にも子がいた話はしたな。息子は殺されたんだ。一番大事なものを守り損ねて何が騎士か。それからは何のために生きていくのか自問自答の日々だ。まさかお前があんな危険な場所に住んでいたのは。それより今はモリスでしょ。あいつ気になること言ってなかった。怪物が育つにつれ番犬たちも化け物に変わったか。それも強化現象の影響か。そうなると奥にいるのはさっき以上の化け物だな。なぜそんなものが領主の城の地下に。金になると言ってたが誰がそんなことに金を。はっきりとは分からん。だがこの件花から正気じゃないことだけは確かだ。ただの賞金首を相手にするつもりが結局は危険な探索になりそうだ。一旦バードンに子供たちを引き渡そう。子供たちの命に別状はない。あなた方のおかげだ。感謝する。こちらこそ助かった。信じたくないかもしれないがやはりモリスは犯人の一味だ。目の前で自白した。どうやら奴は賭け事で借金を抱えていたようだ。警備隊を集めすぐに城の捜索を。すまないがそちらの手には負えないだろう。奴らが外に出ないよう警備を固めてくれると助かる。今回の件、俺は領主のジョアンナが全く無関係とはどうしても思えない。聖教の司祭だぞ。大体依頼の賞金を用立てたのは彼女だ。実はな、先ほどからいくら探してもジョアンナ様の姿が見当たらない。俺たちにも目的がある。相手が誰でも手は抜けない。あんたはどうする。構わん、調べてくれ。あの方を信じるからこそだ。それに犯人がジョアンナ様をさらった可能性もある。
拙者もいい加減蹴りをつけさせてもらう。このままでは濡れ衣も晴れん。信じるぞ。オセアナまでの道のりも考えると、ここにいられる期間も限られている。連中は強敵だが、地下にこもって袋のネズミだ。レイリには古井戸を使わせてもらおう。眠れないのか。木、それは小説か。珍しいものを持ち歩いてるな。前も思ったが、お主らどういう集団なんだ。ただのはぐれ者の集団だ。はあ、見るからにそうだな。まあいい、こっちも聞けたぎりじゃない。安心しろ、中はただの水だ。拙者はユージフ族だけが集っている集落出身でな。ユージフはこの見た目と夜行性の特徴から他の種族に理解されづらい。数も少なく政治ではいつも無力だ。だから集落の大人はいつもどの強者につくかで顔色をうかがっている優柔不断な連中ばかりだった。拙者は幼い頃からその諦めた考え方が嫌で仕方なくてな。少数派ではなく都会の主流になろうと、とにかく腕を磨いた。やがて努力は実って王都で騎士団入りを果たして念願の主流の地位を得たわけだが、現実は甘くなかった。配属されたのは騎士団ではなく日の目を見ない特務。主流に入ったつもりが主流の中の少数派になっただけ。最後は上の自分本位な判断に従いきれず、あっけなく追放された。そこから坂を転がるような転落人生だ。ついには息子の命すら守り損ね、気づけばかつて一番嫌っていた諦めている有事不足になってしまっていた。だがな、お前たちに会って一つ気づかされた。この身に染みついた疎外感を乗り越えるためには力や地位、そして強い主君が必要だとずっと思っていたが、本当に必要だったものは仰ぎ見る主君ではなく横に並び立つ同胞、友人だったのかもしれん。これから仲良くしよう。お主は自由だな。よろしく頼む。孤高の隠遁者廃材、彼こそ盗賊の美徳を心に宿すもの。
彼との絆を育てることで、あなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。不思議な縁もあるものだ。息子も死んでなければお主くらいの年になる。まあ見た目も背丈もまるで違うがな。せっかくだ、その小説拙者にも読ませてくれないか。これが幻想小説というものか。理想郷における差別について書かれているな。どれ、その世界では差別や不平等が法によって禁じられている。見た目や生まれを理由に不公平を課すことは悪徳である。その合意が民と国家の間に成り立っているのだ。おお、なんて世界だ。この国じゃ向こう500年は叶いそうもない理想だな。だがそういう理想が全ての民を幸福にするのか。拙者には疑問だ。多様性を認めることは個人差を認めるということ。つまりどうしても強者や弱者が現れる。不平等の全くない自由競争だからこそ弱者がすりつぶされることもあるはずだ。結局誰もが幸せになれる理想郷を実現するにはどうしたらいいのだろうな。拙者にも覚醒したこの力が己の理想へと導く力だというのなら、いつだって拙者は弱者のために使いたい。たとえ甘いざれ言だと言われてもな。新王が決する日にまた一日近づく。では、任せたぞ。探そう。